長谷川さんに伺います。長谷川さんはこの家計の負担軽減策も含めてどういうふうに対策を取るべきだと考えますか。はい、まずは言っておりますように、所得制限なしの一律10万円給付、これで家計全体を支えるべきだと考えています。そしてですね、消費税の廃止、令和新選組訴えていますけれども、すでに野党4党で消費税減税法案提出しています。これ1日たりとも国会で議論していない、与党の皆さんが審議拒否をしているからですが、このテレビ番組ではなく、ぜひ国会で議論するようにしていただきたいと思います。家計にとっての消費税、非常に重い負担です。これをなくすことによって消費を喚起していく。日本は何といってでも今需要不足です。内閣府の発表でもですね、GDP ギャップ15兆円あります。この需要を埋めていくためにも、人々の需要を増やしていく、その政策が緊急に必要だと考えています。